人生で一度は捕まえた方がいい昆虫ベスト3を二人にお聞きしたいなと思う。難しいよね今日今の今の時点で、まあ、瞬発的なやつでいいよね。瞬発的でいいですよ、うん、今もう標本メインの人と今実際リアルに今でも現場入ってる人間でもどっちみち結構レベル高いと思うね。あ、まだそれはいいんじゃないですか。それ今日始めようっていう人が今日明日始めようっていう人に使えるまあいきなり最高峰のモントレーとか言ってもねどうせやるんやったらこの辺りの虫そこまで目指せよみたいな、はい、一応日本にいるやつにします。もちろんね、もちろんね、はい、もちろんね。観察はいいけど捕獲はダメって今なってるやつ含めてもいいやつは取るだけが全てじゃないから結局それを見つけるまでのスキルがいるわけの話だから、うん、取るって言ってもこの レッグの取るもあればレッグの取るもあるわけ。それでもいい、ありにしましょうか。あれ、そうして、そうしてくれないとちょっと今瞬間、はい、瞬発で答えられへんわ。じゃあ自分の力でぜひ見つけてほしい昆虫ですね。そうそれで、ね、ぜひ取ってほしいもんね、今シーズン。今シーズン、うん、もちろん今シーズンか、うん、いやだって今から始まるじゃないですか。あ、まあね、じゃあこれで読み上げて、マルタン山のオスをぜひ取っていただきたい。トンボやね、まあ、うん、結構綺麗な方、大概どこにでもおる。梅田のスカイビルの屋上で産卵しに来てるメス、うん、動画で見たことあるから、意外とどこにでもおると思う。ただし取りにくい。なぜかといえば飛ぶのが薄暗い時、うん、早朝もしくはもう日の沈む日の入りの時刻。いや発見は簡単やけど捕獲が難しいですね。そうです、捕獲は難しいです。ものすごく見た目も綺麗だし、見た目もものすごくあのブルーの目玉の一回捕まえてほしいですね、うん、今でこそ生態が分かってある程度は取りやすくなりましたけど、一昔前までは皆さん取れずに、例えばどこどこでマルタンヤンマのオスが取れたってなったらみんなそこ通うんですよ。そんな幻のトンボやった時期もされとったんですで、僕聞いたのだけでも大阪からね淡路島まで毎週通ったとかね、三重県まで通ったとか奈良まで通ったとか、既得な方がいらっしゃる、ね、いらっしゃるんですよマルタン山のためにそれでやっと一匹取ったとかまあ確かに私も身はするけど、じゃあ取れっていうのは取るっていう動きはしたことはないから。でこいつ結構早いんです飛ぶのが、薄暗い時に。だからかなり取るのはあの空中戦をやらないとダメなんで、うん、まあ、取るのも面白いです。ぜひ一度取ってみて。網のそうですそうです、スキルも上がるしね。スキルも上がるし。なるほどね。はい、王道に行こうかな。王道？王道行こうかな。え、王道じゃないから。じゃ瞬発力やからな。瞬発力で考えたら俺は、私は第3位はちょっと字汚いけど、はい、ヒメオクワガタですね。あ、でもね、ちょっとね、もうちょっとつけ出そうかな。かっこ、西日本。せっかくクワガタをランキングに入れといた方が、そうですよね、いっぱいいろいろ思いついてるけど、ヒメオクワガタかな。しかもこれを、あの、透過採集とか、在割採集とか、でなくて、その、よく図鑑とかで紹介されてる、あの、ルッキングって、樹液とかの接触行動をしてるやつを、まあ、捕まえてみてほしいと。よくね、いろんな雑誌とか、まあ、一昔前の図鑑とかであれば1日で3桁取れるとか、まあ、有名産地、ね、有名産地行けばそういう風な記事結構あるんですけど、やってましたね。まあ、それはもう正直一昔前の福島とか、はい、関東東北が多いんですよ。まあ、特に西日本だったら紀伊半島とかが結構標高高いとこあって、まあ、ヒメホウクワガタも生息はしてるんやけども、ルッキングで取るってなると非常に難易度が高い。でルッキングでそのヒメホウクワガタを捕まえたことがあるっていう人は、私のまあ虫好きの仲間の中でも、もう片手ぐらいしかおれへん。おれへんと思う。うん。なので結構ね、コツがあるんですよ。図鑑に載ってるようなセオリーの方法では西日本ではちょっとヒメオオクワガタは取れない。なのでこれをぜひ取ってもらいたい。これをやってるとね、多分ルッキング能力であったりとか、そのまず通うっていうことでいろんな生き物とかも同時に発見すると思うんで、まあ、採集技術も必然的にもう上がるしかないみたいな。まあね、
っていうのがなるんで、まあ、スキルアップのためにも取ってもらいたいかなって、うん、別に取らんでもいいけど、まあ、まあ見つけてほしいかなって。大概姫をやったら赤足やもんね。そう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 気に留まってんの。これを西日本、ね、兵庫県の方とかでは、まあ、まだ西日本では取りやすい。まだ一番取れるんじゃない。ルッキングではまだ取りやすい、うん、取りやすいけど紀伊半島で取れるっていう人はで限定ですって見たら、私は自分含めて3人しかおらんからね。なので紀伊半島でぜひルッキングで姫奥方を取ってみて、私の中での4人目になってほしい。もしそういった方がいたらコメントとかも教えてほしいですよね。あ、ぜひね、ぜひ ね, ね、写真と一緒に送ってもらえれば。ただね、私ね、これね、昔ね、私が教えてた学生が紀伊半島で私が教員やった時に、うん、先生難易度が高い言うてたら姫奥方紀伊半島で取ってきましたよって言って、答え見せてもらって、で、あれでもね、あのね、私ね、ほんま一時ね、姫王の狂いがひどくて、もう西日本の山という山、ほぼ登り尽くしたぐらいの勢いで全部取ってんのよ。ある程度ね、形見たら、ね、あ、あの山脈の傾向わかるんよね。なので、その学生が見せたやつがね、東日本の個体群の特徴がめちゃめちゃ出てたよ。これ西日本じゃないって言って、でどこやって生態写真あるかって写真見せて、だバックに写ってる背景の写真と高山植物でね、わかんねえ。いやいやいや、お前背景に写ってるこの植物西日本には生えてないからって言って、お前絶対これ嘘やろって言うて、もう個体見ても見抜いたし、あるんで、あの撮ったっていうのも生態写真、あの偽装したら結構私見抜くんで、その点注意してください。じゃあ2位やってさ、2位、2位、2位よいしょ、はい、2位はこれです。山からさ、まあまあ難易度はそんな高くない、難易度は高くない、うん、難易度は高くないけど、それなりのところ行かないといないです、こいつも。うん、あの夏型、春型とか言わへんの。それはもう 夏型の方がでかいから。そうそう、でも春型の方が綺麗じゃない、うん、いやー、僕は夏型の方が好きですね。どういうアゲハなんですか。日本で多分アゲハの中で一番綺麗じゃないですか。そう、もう緑がかって光ってるじゃないですか。トカラとか綺麗やけど、ね、あれもミヤマカラスのだってグループやん。いや、まあそうやけど、俺トカラ取ったらあかんがな。まあそうやね。でもまあまあ見るのはいいやん。まあ見るのは簡単やもんね。ただあの取ったこと、蝶々取ったことない人がこれ取ったら感動すると思う。夏のね、山行ったらオスは給水に来てるから意外と取りやすい。取れないことはないです、うん、それなりのとこ行ったら。まあね、深山って言われるようなところに行けばね、うん、そうですよね、綺麗ですね。あ、わかんわ、俺感動せえへんかった。いやもうでかい蝶々おんな、もう美的感覚がもう全然正反対の本部買ってるから。ほら、もう何にも何にも思わなかったわ。これが好きで蝶々ハマったっていう人は結構いらっしゃると思う。いや、まあ確かに、うん、おる。で、自分で飼育もされてたり、うん、俺もやったよ、うん、でしょ、やった。他のアゲハとハンドペアリングでかけたりして、うん、キアゲハなんかとかけてる人結構。やっぱあれですか、その標本にした時に綺麗っていう視点が、やっぱり それが一番でしょうね。なるほど、うん、並べた時にね、ちっちゃい肘もね綺麗なんですけど、いかんせんちっちゃいから、そら蝶々で綺麗な、綺麗な。それ全国のシジミ蝶を今敵に回したな。いや、もう大丈夫大丈夫。シジミ蝶マニア。そんなもんです。捕まえるときは蝶々ってどう、簡単なんですか、捕まえる。まずオスを捕まえる場合は、こいつは給水に、さっき言ったように暑い日のある当たってる時なんかは、水のあるところの砂地のとこなんかによく降りてきてます。そこにトラップで青緑に光るような色紙なんかで置いとくんですよ。仲間がおるのが降りてくる。メスは要はこいつらはあのカラス残暑なんかをね、あの幼虫が食べるんで、そういうところで待っとくのが一番いいかもしれない。もしくは休密、そこ狙うのがいいかもしれないです。私らがまあよく行きそうな大峰山系とかやったら、はい、カラス残暑よりキハダの方が多いんじゃないか。キハダが多いかもしれないね、うん、幼虫は野外ではキハダでしか見えんわ、うん、揚げたら食うんやけどね。揚げたら食うね、揚げたら食うけど野外ではキハダについてるのしか見えんね。俺も一応チョウチョもやってんねん今まで。軽く感じてるみたいです。そうだからもうブリードしたもん。でももうすぐ飽きたわ。いや、でもちゃんとして標本にして置いとけばその時のも残ってるわけ。まあそうやね、うん、あなた
難しいな、悩んでんねんな、どっちにしようかな。やっぱ私の言えばでしょうね。あー、でかすぎたから、あー、収まれへんかった、収まれへんかったね。お好きですね。はい、ナンバー2、縁取り言語論、これはね、今種の保存法に入ってるんで、まあ、あの最終時代はダメです。まあ、観察はできるんで、で特に今もうね、もともと南西諸島にしかいない今水生昆虫なんですけど、正直ね、ゲンゴロウとフチドリゲンゴロウどっちにしようかなってめちゃめちゃ悩んで、うん、でもまあ今もう絶滅がかなり危ぶまれてて、ひょっとしたらもう絶滅してんちゃうかって言ってるような先生とかもいらっしゃるぐらいなんで、まあ絶滅は私の肌感覚ではまだしてないんですけど、まあ私が立場上なかなかこれ見つけてもこう発表しにくいところもあるんで、そらそやわな何せすぐ疑われちゃうんで、なのでぜひ一般の視聴者さんが動画で発見することによって、まあ、まだフチドリゲンゴロウが生息してて、保護が進めばいいなと思う願いも込めて、でやっぱこの水生昆虫ってこちらも羽があって空は飛べるというものの、やっぱり生息環境がやっぱりかなり限定されてるんで、まあ、いろんな地形図やったりとか歴史やったりとか他の生物の知識とかを、まあ、膨大に兼ね備えてる人でないと、この子たちが今まだ生息してるところを絞り込むのが難しいから、もうほぼ不可能やもんね、もう、うん、なのでこの子を見れるって言うたら相当このスキルが、ないと、それはまあ最終なんでね、ラッキーはあるかもしれない、でもラッキーをじゃなくて実力で見つけよう思うと相当絞り込んで見つけるのが相当これがいる、うんうん、スキルが時間的余裕と、正直やらしいけど心の余裕も相当いると思う、場所が場所やからね、うん、なので、ぜひこの夏とは言わんけど、ちょ生涯のテーマにしてほしいなって虫好きやったらみたいな、うん、と思うからこれ最初に捕まえた何歳ぐらいだったんですか、昔最初に見たって見つけた普通の言語の、はい、最初に見たのは多分28ぐらいか。それずっと探しててって感じですか。いや、正直私は探してなかった、うん、偶然もともともう梅崎さんとかと違ってオールジャンルのものをターゲットにするから、進めていくから、そうそう、池があれば言語論を求めずにもそこ行くし、何かおるんちゃうかと。特にこの子は南西諸島にしかいないんで、まあ、イモリ探しに行ったりとか、まあ、そういうカエルやったりとかいう中で、まあ、場合によってはカメとか、まあ、偶然入ったわけね。でそう、その時になんかナミゲンがおると、おうおう、で最初フチドリゲンゴロウっていう存在知らんかった。もうでかいゲンゴロウだったら、みんなナミゲンおるんや思って、その頃は法律的にはとってもよかったんで、うん、すくってネットインしたら、あれお腹真っ黒やみたいな、あれナミゲンと色違うってって思って大阪持って帰ってきて調べた結果、フチドリゲンゴロウっていう種がいるんやって気づいた。これ私自身も規制入ってからは1回しか見に行ってない、うん、もう商売できひんので、うん、そういう無駄なことはせえへん。その時はいた、まだ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 健在、 ある島に行きました。まだ健在ね、まだ健在。でも私が最初に見た場所はもう今ない、もう場所自体がなくなった。場所自体がもうそう畑になりました。まあ、よくあることでね。よくあることでね。が2位ですね。もう2人1位は決めてるんですか、もう。私は決めてます。いや俺も決めてるから。惜しくもランク外した番外編のやつとか編んでたら今言っててもいいかもしれないですけど。番外編やったらぜひ取ってもらいたいんだけど、もう一番ポピュラーやけど大桑方。あれはもうしつこく買えば多分取れるんで。あんなベタやけど、ベタやけど大桑方も取ってた方がいいんじゃないですか。書いてもらおうか一応。番外。そらいっぱいあるよ。ごめんなさい、これを求めてる視聴者さん多かったかもしれない。そう。え？俺全然思いつかんかった。いや一生に一回ぐらいは自分の手でね。あとはもうブリードでいいじゃないですか。なるほどね。うん。うん、まあ確かにそう言われてみれば、うん、いやそうかもしれないね。うん、ほらしつこくあればこんなもん取れるでしょ。まあ確かに。うん。要はこれはその有名産地でもいいから、もう生息確実にしてる地域で、うん、すごくその樹液の出てるこいつらが好みそうな大木でも、まあ細い木でもちゃんとあの入る隠れ場所があったらね入るから、
上崎さんは最初に見つけたのは何歳ぐらいの野外で見つけた。野外の20代の前半ですわ。5月の終わり頃にね、もうもう出てるかなって思って、話し出しが戦後の話してるに聞こえてこら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 おるかなって思ったらメスがいたんです。それもまだちょっと赤かったから浮かして間もないぐらいの答え。結構何回も通ってる中でってことですか。いや、それはもうそのシーズン初めてですわ。で、あ、その場所にはもちろん何回か通ったことありますよ。感動した。その時は感動しましたね。ただもうその時点ではすでに大クワガタは家で購入してきた個体でルイダーシングしてたのでまあ一番初めに感動はしましたけど、なんやちっちゃと。もうその時に始まってたんですね。もうその時には、いや昔ね、我々が住んでる、まあこの南川地地区からまあ当時の有名産地といえばあの北摂のあの辺りじゃないですか、うんうんね、大阪の北部ね。そう、うん、でこのチャンネルも出てくれたあの本木君と、うん、そうしょっちゅう通えるもんじゃないじゃないですか。まあ遠いよね。遠いし、当時阪神高速もあの池田線もそこまで伸びなかったもんね。そう、伸びなかった。そんなにはいけないから、まあ、年間よく行ってそんなもん5回とか10回とかまでの話ですよ、うん、なぜかといえばその頃もう先に誰かが来とるわけですよ、うん、こっちから向かってる間に、うん、なかなか難しい。で取れたから、まあまあそれなりには感動しましたけど、まあ、こんなもんかと。だったら飼育力入れた方がええんちゃうかと逆に思いましたね。だってそっちの方が大きいから。いや俺はそれもう怖かった。もう感動なかったわ。いやいやいや、それは小さい時から撮ってたからね。そう、うん、やっぱ大クワガタ言うたら大四系が図鑑に載ってたから。そうそれ俺はあれが大クワガタやと思ってたから。俺の中ではほんまに初めはもう虫捕まえてココやノコギリがいっぱい入って佃煮の中にほんまに入ってて、もうなんやろ、たまにつるっとした平田クワガタおるな村の。どっちかって言ったら平田クワガタの方が強そうやもんね、うん、だからつるっとした内視の消失した、うん、なんかつるっとしたクワガタ、ちっちゃいやつね、ちっちゃい平田がたまに取れるなっていうぐらいの感覚で、それが少子系って言われるやつで、それが大きなったらあの大クワガタになるっていうのはもう随分後になってから知ったわ。だから中学校半ばぐらいまではだって自分の取ってるのが大クワガタと思ってなかったから、ピカピカのなんかたまに知らずにもう取ってたわ。ピカピカのなんかたまにツルピカの、はい、だからもうメスなんて全然わからなかった。全然そんなもん、まあ、平田もここはもう大クワガタも見ないし、メスはメス、そうもうだからノコギリクワガタのメスだけがノコのメスっていうのが分かるだけであって、はい、それ以外のメスはみんなクワガタのメスまあそんなもんでしょそんな感覚やから、メスは取れてたんかどうかも分からへん。ハエあるナンバーワンこれですわこれですわ。大きく地域関西とか、いやどこでもいいですよ。どこでもいいのどこでもいい。でもだいぶ値打ち違うと思うけどね。値打ちは違うと思うけど、これです。オートラカミキリ。これ僕一応オス取ったことあるんです実は。取ったことあるんです。ただ2匹目が取れない。スズメバチに擬態したカミキリムシです。まあ素人目とかパッと見たらオオスズメバチやと思うよね。飛んでるとこ見たら多分スズメバチと勘違いする、はい、これ私今日に2回見た。見ただけやろ。見ただけ。取らんかいな見ただけ。高いとこ飛んどるね。そう、これが高いとこにおるわけですよ。取れない。折っても取れないし、まあ、なかなかまずいないね。まだなかなかまずいない上に折ってもなかなか取れない。8月から9月にかけて天気のものすごくいい日、もみの木の下で皆さん待っておられます。それはなぜかというとメスが産卵に来るんですね。全国のモノノフがね。そう、モノノフがもうチャンバラ覚悟で長い竿を持って、そこにメスを求めて今度オスも来るわけですよ。ただオスは高いとこしか大体止まってない。メスはとこ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 降りてくることが多いんですけど、オスはなかなか降りてこない。で、オスの方が価値があるんです。大トラ取ろう思ったら、やっぱ朝強い人じゃないと無理。うん、やっと俺は朝弱いから、結局1時ぐらいから、13時ぐらいからのこのこと行ったら、もうそんな、下を降りてきてる個体もあんまりおらへんから、もう飛んでんのね、うん。上の方で飛んでんのは見るけど、で朝早く、明日こそ朝早く言っても絶対、あとは無理だ。13時が12時に変わるぐらいにね。いや、取る気やったら、朝8時ぐらいから入らないのかも、ね、うまいこといけば、根際のとこにおる可能性もあるんです。前の日来たやつが。なるほど。それなんで朝やと、ね、下の方に
いるんですか。やっぱ気温が低いからじゃないですか。活動できないんですよ。うん、で中高生の虫ですからこいつら。体温の上昇とともに上に上がっていく。なるほど。で交尾活動をしだす、うん。これは取りにくいよ。なるほど。確かに取りにくいと思う。うん、取れたら大したもん。うん、まあ多産地っていうところあるから。確かに多産地はある、まあ、産地によってレベルは随分違うね。随分違う。西日本は特に取りにくい。なぜかといえばホストになるモミの木がそんなにないから。ないね。うん、もともとはモミの木自体が寒いところを好むのね。だから北の方へ行けば行くほど多くなってきます。こいつ、うん、だから西日本で捕まえたらまあまあまあ大したもんでしょ。まあまあ大したもんね、うん、ですって。意外第一位。第一位大トラ。特にオス。特にオス。自分の願望がかなり反映されてる。いやこんなもん。いやこの辺はもうまあ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 、もうこれは完全にこれは完全に願望がものすごく入ってる。それがいいね、はい、それでいいね。あ、そう。俺はちょっとね、また同じようなことになっちゃうわ。ちょっと悩んでんのがね、ここでこそあったら、まあええか。ババン。奄美丸まで。ね、まあ正式に言うと奄美丸バネクワガタやね。まあまあ、まだね、ペットで飼育とか販売とかはまだ良かったんかな。してもいいんかもしれんけど、野生種、現地での捕獲は禁止されてます。観察はね、別に何の規制もないんで、私はどうしてもね、もう取ったらあかんけど、最終スキルを上げるという意味で、まあまあまあ、奄美丸バネ。ただ、命がけですよ。そう。これ。多分日本で、日本の昆虫採集でナンバーワンちゃうかな。一番命を落としやすいかもしれない、うん、一番本当に命を落とす、うん、可能性が高い。可能性が非常に極めて高いっていうのだな。で俺の中ではこれってちょっとね、大クワガタ採集にちょっと似てるような気がするし、これは結局大木となる木を道なき道を駆け行って割って入っていって、それも夜ですよ。夜ですよ。夜ね。夜。なんで、まあなんだよ、今まで培ったスキルがとだけじゃなくて、あと一番必要なスキルが、バカになること。うん、もう正直、勇気というかバカというか。いやもう勇気じゃ無理でしょう。だってね、こいつら夜行性なわけですよ。ね、だから夜の山入らないとダメ。でもね、ハブも夜行性なわけですよ、うん、ね、その時にお腹減らしたハブちゃんが獲物を探してぐる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 回ってるわけですよ、うん、そこ入ってく気しますか。ね、ほんでね、確かにね、多いのよ。多いよ。この時期特に多いでしょ。うん、そうそう。やっぱりね、ハブも寒い時とめっちゃ暑い時はやっぱ活動鈍いで、結構マルマレの仲間って日本の何種類かいるんですけど、全部秋口やね。でちょっと気温がクッて下がったところの時に発生するんで、丸バネっていうのは。なんでその時って夏バテ気味やったハブもちょっと元気を取り戻してで、食欲が上がってんのよ。だから結構うろうろしてる時期で、また個体数も甘みは多い、性格の面の気性も荒い、そしてでかい、でかい。だからもう嫌なんか全部そっと、それはね、道路からパッて取れるようなところにいる時もあると思うけど、狙って取ろう思ったらやっぱり森に駆け割って入っていかないと、ちょっと生態撮影っていうのはしにくい、うん、無理やと思う ね、うん、ね。去年とかでも私も奄美行った時にこれの、まあ、YouTube 撮影しようとか思ったけど、カメラを回す余裕がない。危険すぎて。危険すぎて、カメラのフレーム覗いてたりなんかするとやっぱりもう、ああ危ない。木の上からもぶら下がってくるからね。そうよ。結局去年も見れはしたけど、はい、丸バネですっていうのはやっぱ不自然やし、ね、なんか動画として成立しにくいんで、道中の動画が全然撮れない。カメラ回したいけどね。で、まあね、もう固定カメラを胸に GoPro つけとくとかいうのもあるけど、あ、まあ、場所バレのリスクやったりとかもいろいろあったりするんで。ね、ただ入ってくるやつおれへんと思うけどな、そんなに。バレだとて。でもまあまあまあ、全国の私なんか足元に及ばないぐらいの、まあこの奄美丸バネだけはもう魔性の虫なんで、つわものたちがもう野球じゃ言うたら高校野球じゃん、これ甲子園。まあまあ甲子園クラスやね。もういっちゃん上やね、うん、うん、クワガタの中ではね。蝶々は蝶々で別の甲子園があると思うけど、そうそうそう、カマキリはカマキリであると思うけど、クワガタじゃあやっぱり一番上になってくるんちゃうかなと。難易度とかね、危険度とか、そうそう。だから全てのものがいる、うん、す
うん、だからこの辺でスキルを上げて、じゃあ姫大クワガタ行ったらクマもおるやろうし、最近ではねクマもものすごい多いから、そういうんだよ、うん、もう縁取りゲンゴロウっていうのも、まあ、水辺に近く行けばハブもいるしって、まあ、そういうので危険予測とか危険予知の能力とかポイントを絞り込むっていうスキルをガーッと培ったものとプラスここでネジを3本ぐらい外せたもののふだけがたどり着く領域って感じがするから、さすがに奄美の森に夜の夜中に入っていくやつってまあそんなに日本でもいないから、いないね、うん、そのうちの一人ですわで一人でそもそも山に入るのが怖いいう人はもう論外やね、うん、ハブがとかじゃなくて、うん、もうなんかお化け出そうとか言って、うん、もうそんなん言ってたら入れない、まあまあそんなそんな、基本一人で入ってみんな入ってますわ、うん、行く人は、ね、マイポイントっていうのがあるから、うん、それプラス大体ね2人目の方が頑張りやすいですわあれ、あそうやね、うん、1人目でハブを怒らせて2人目に噛む、そう、もしもし行かれる方がいたらまあ衣装は変えていった方がいいと思うそれは言い過ぎかな、いやオーバーじゃないと思うよでもね言ってる思ってる、今回もついてたって、そうそうそう、坊主であっても たまたまついてただけだから、ね、今回もついてたって、うん、車戻ったらやっぱホッとする、山に入る前はもうすごいやっぱり心のどっかでドキドキしてる、そりゃそうでしょ、宮崎さんは標本で言うと全部もうあったりするんですか、全部あるんじゃないかな持ってることはすごいっすね、うん、これ持ってない、これ持ってないかな、昔のやつがなかったかな、あったかもしれない、大昔のやつが、もう今標本もダメやから、ね、もう今ダメやから、こんな動かすこともない、浄土、ね、もダメなんですよ、うん、いや動かすことはできる、本人所有者と一緒に移動するのは OK やね、うん、あそう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 、昔に標本にしたやつがあるかもしれない、そうですそうです、うん、いやもちろん取ったわけじゃないですよ僕が、はい、でここにあげたやつも全部あるんですね、うん、これなんか私未だに飼育してるし ね昔取ったやつまだ飼育してるし、ずっとルイヤーでね、だから私はね飼育技術の方はちょっと今一歩二歩三歩ぐらいやから、うん、ぜひ代表で出さないとねこんなちっちゃいの茶丸かっていうな丸までを毎年育ててるよねあともう一人育成のプロがいたら、その育成のプロって言ってもね、結構ジャンルが分かれる、ジャンルが分かれるからね、あの飼育してる種類によっても違うし、大クワガタの飼育のプロがじゃあ丸真似やったらうまいかって言ったら全然、クワガタ別の話ですわ、全然じゃあそれはもうクワガタと蝶々ぐらい違うと思う、そう、うん、飼育の感覚が、ね、あと高山種とかもね入ったりしたらもう全然違うし、やり方が、俺はどっちかというと高山種は得意かな、得意やね、高山種勝手に増えとるもんね、うん、姫王クワガタとかルリクワガタとかあんなんも増やすから、うん、結構高山種は得意かな、うん、でもなかなか大きいのはやっぱ大クワガタででかいのって言ったらもう今やねでかなりすぎて系統が一番重視かな、なそうやね、もしかすると、うん、もう大型血統ってもう別の種になってるよね、そう、それをやらないとあの大きいの出ないんですよ、梅崎さんの標本コレクションみたいなのまた見に行きたいですね、ああぜひ、でも臭そうさっきもちょっと見せたけど、うん、ちょっと匂うよ、開けたら、そうですね、うん、100匹がおる持っとるから、何が標本、何言ってんの、あんたとこからあの台湾大学の死んだやつ持ってあれ何匹持ってあれだけ 20ほど持っていってんのにやな、それ全部残ったんかな、なるほど、うん、だ相当予算おるよね、相当予算いるよ、今日はこんな感じで、はい、今日はこんな感じ、これなんかこれ面白いのこれ参考になったかな皆さんのこれぜひ撮ってほしいってことですよね、いや、まあ、撮ってほしい、目指してほしいから、ね、まあちょっとこの種の保存法とか法律条例にかかってるやつも私の場合、まあ梅崎さんの方はないけど、これは全部撮っても OK です、うん、俺の方はまあもう正直こっから上はちょっといろいろ規制があるからあれやけど、撮るにしてもレックの方で撮ってほしいよね、だから見つけ出してほしいと思う、そういうことです、ね、そうやね、まあお時間と、そうですね、経済的余裕がある方はぜひ一度目指してみてください、以上です、はい、どうもご視聴ありがとうございます